はいどうも、ダークネスロースです。さあと、こんばんは。あのさ、今日、うん。あの、俺さ、ちょっと前にさ、えっ、ー、と、なんじゃって、夕方ぐらい、昨日の、えっ、ー、と、6時か7時ぐらいに、ほんまに30分か1時間ぐらい寝てて、あのほんまに仮眠みたいな感じ。あの、仮眠とかじゃなくて、単純うたたねやね。あの、ま、あなんか、 まあ寒かったのか何なのかまあ横になっててスマホを適当にいじっててまあ特になんか誰かと連絡を取ってる時間でもなかったし特になんかしてるわけでもなんか動画の編集とかもしてなかったし何もしてなかったからそのまあ適当に動画見たりするけどなん,かなんかでも引っかからないなみたいな感じでまあやることがなかったなんか知らんうちに1時間ぐらいまあ意識が飛んでったみたいな感じで。 まあそんなことがあったよね。まあそんなんまあよくあることなんやけど、暇な日とか時間とかあって、まあ寝てまうこともまああるし、あれなんやけど、あのー、まあその後ね、もう起きてすぐぐらいの時にさ、まあ、その寝てる時さ、布団に潜り込んでるから、まあ言うて寒いしね。だから、あのー、まあそ、起きた瞬間ってさ、 まあその時の状況とかにもよるんやけど本当にあに78時間寝たちゃんと睡眠したよとか10時もうめっちゃ寝たとかいう時はさ普通にさあのまあ布団に入ってる間はいいんやけど布団から出た瞬間鬼ほど寒かったりするんやけどその1時間ぐらいしか寝てないからその寝た感じがあんまなくて言からさあの普通にその布団に潜り込んでたらちょっと。 もわっと暑いいみたいな感じやったよねなんか頭に血が昇ってるじゃないけどなん,かなんかそんな感じその体温上がってるなみたいな熱があるとかではないけどなんか体温上がってるなみたいな感じやったからうんああ今日でもそんなに寒くないんかなってまあ確かに気温的にはそんなに寒くなかったよ実際そのなんか0度とか1度とかそんなんじゃなかったし今も多分そうだと思う5度とかだったと思うから、まあ、そこもその本当に寒い日と比べればそうでもないんだと思うんやけど まあ多分そのせいだと思うけど、そうそうだったよね。んであ、そんなに寒くないんかなとか思いながら、うん、してたんやけど、今になって思った。寒い。<laughs> 今になって思ったら別に6度だろうが7度だろうが、もう10度切ってたら寒いよ。普通に。そんなもん。まあ俺いくらつ、もう寒さに強いから、外歩いてるときとか、まあね、そのアウターというか上着着てるときは、まあ全然そんなに感じないけど、寒い寒いって。 えあの部屋におるときはそうじゃないからさ、そりゃ寒いよ <laughs>。そりゃ寒いわ <laughs>。はい。えっ、ー、と、今日なんやけど、えー、テロップとテロップじゃない、タイトルにね、あ,のあるようにさ、まあ、ダークトライアドって、まあ、昨日、昨日のラジオ動画でちょっと長々と解説をさせてもらったんやけど、ダーク,ダークトライアドについてね。んで、まあ、その流れで、まあまあ、半ば冗談みたいなとこもあるんやけど、あの新グループ、まあ 新グループは冗談じゃないんよ。やけどまあいい名前あ見つけたなみたいな感じだったよね俺の中で。<laughs> 俺の中でなんかいいなんかチーム名というかグループ名見つけたなっていう感じだったよ。でまあその「ダークトライアド」って、まあえー、とタイトルにもなってるけど、まあ、この英、えー、文,文というか、あのー、アルファベットでねちゃんとそのカタカナでダークトライアドじゃなくてそのちゃんとアルファベットでね。 英語でちゃんと表記でみたいな感じでダークトライアドっていうグループ名でまあ行こうと思うよねまあえっ、ー、と昨日も言ったと思うけどあのー、募集はまあ後にやるんでまあまだ今ちょっとそのタイミングじゃないんでちょっといろいろ俺も考えたいんでそのグループどういう風にするのかで誰まあ人が来る来ないまあもちろんあるけどそれはこっちからも誘うしね言ったらあのー、人が来なかったもう来ないの前提だからそんな 俺に求心力がないから、そもそもそそね、待ってたっててた来ないのよ。そんなね釣りじゃないんだから <laughs> 釣り釣りは街が大事よみたいな釣りじゃないからだからそんな待ってても来ないからまあこっちからその気になる人声かけたりとかするからってことは逆に言うとあのー、コンセプトがすごく大事なんよね。うん、あのー コンセプト決めずにただ単に俺が気になる人に適当に声をかけて3人集めてこれで3人でグループレースとかって言ったら前のねフィフトディ・アクトの時と一緒になっちゃうよ結局みんなそれぞれがやりたいことがあってまあえっと俺にしてもましずきまよにしてもゆきかちゃんにしてもそれぞれがやりたいことがあってまあそれに向かってやってたよねやけどそれぞれがやりたいことあるけどまあねつながってないかって言ったら 厳密にははがっててなないことはなくて一応つながっててみんなそれぞれがで一応3人で話したりももちろんしてたんやけど結局つながってなさすぎて残念ながらうんそれがちょっとまあうまくいかなかったっていうかグループとして成立してないんじゃないってまあ静木前もよく言ってるんよグループとして成立してなくねえかこれってまあ確かにその通りなんよせ確かに成立してないからそれって何が足りなかったかって その個々のメンバーがダメだったとかまあ俺,がダメまあ俺がダメだったのはまあ,ある意味俺がダメだったんだろうけどその個々のメンバーがダメだとか合わなかったとかその仲が悪かったとかそんな問題じゃなくて単純にコンセプトがなさすぎるんよな要は適当にその何かやりたいことがある人間をただ3人4人集めただけだったんよ。それだとまあ確かに成立はしないよねっていう, <laughs> うん単。ただ単に俺が お前一緒にやらへんかみたいなことだけでやってもうだからそれじゃダメだろうなって思ってまあやる以上はそのグループ系 YouTuber とかでも VTuber のグループとかでもみんなそうだと思うけどあとまああ,あの何て言う,うんかなグループまあアイドル的なグループももちろんあるしストップリとかねああいう系のまあその歌い手のグループとかでもそうだけど結局そのコンセプトがあるよね。 どう、どういうグループなのかとか、どういうチームなのかって絶対あるんよ。だから、まあレペゼンとかでもそうだけどね。まあコムドットもそうか <laughs> ああ。ああいう辺もそうだけど。まあ結局。その集まるからには集まる。コンセプトって絶対ある。適当に集まってるように見えても、結局。それぞれがキャラがあって、だから。そのグループとして成立してるんであって。キャラがなかったら、こいついらへんやんってなるよね。一人だけ成功しても、こいついらへんやんみたいになるよね。 だからそれ、それじゃ意味ないから、まあ、そこはちょっと考えたい。まあ、まあ考えたいっつって別に1年も考えるわけじゃないんで、全然、多分今月中、1月中には、その、募集をかけたり、誰かに声かけたりはすると思うんやけどね。うん。あの、これね、ちょっと、50アクトと意味が違って、ちょっとね、あの、VTuber の方にもちょっと寄せてみようかなと思ってるんよ。俺、VTuber になるわけじゃないよ。だけど、 しずきとかぶっちゃだからそのなるわけじゃないけどまあな,なってもいいよそのメンバーの中の誰かがなってもいいしそうイラスト使って動かしてもいいんやけどただその一つ言えることはその V がどうとかの問題じゃなくてその顔は出さなくていいよってもうイラストとかでいいよみたいなことでいこうと思うよ俺は出ちゃってるけど別に俺が出てるからって他の人が出る必要ないんよ。 前ののグループの時っっててなんやかんややか出ちゃってたよね、まあ、しず麻代はあいつはほとんど出てないけどでもあいつも昔一回出してるから配信で <laughs> それにゆき香ちゃんも普通にインスタライブとかやっちゃってるから出ちゃってるよねだからうんまあそれなりにみんな出ちゃっててその人となりじゃないけどそういうのが出ちゃってるからどうしてもそっちに寄っちゃうんよね。 だからもうそのイラストがあってもうそれこそあのアドちゃんみたいにさあんな感じでもうイラストで動かしてもキャーで声で勝負するとかもうそっちの方向で行ってその方がキャラ付けがしやすいなと思うよね結局それにそのやる本人もやっぱ顔も出したくないし見バレもしたくないっていうのは絶対結構ある程度持ってることやからだからこれだけ V が流行ってるわけだしね見バレしないやん顔出しないやんから。 まあそういう方向性でいきたいなっていうふうに思ってるよね。うん、あの昨日の話をこのまま続けるみたいなことを昨日ちらっと言ったんやけど、えーとまあ、ダークトライアドのね話で、まあ、ナルシシズムと,、えー、とマキャベリズムとでサイコパシーでまあプラスするとしたらサ,、あのー、サディズムっていうものにねあれなんやけどでまあその勘違い SM の話もしたけど。うん あのまま続けたら多分その SM 方向にちょっと話が寄りすぎちゃうんでそっちに行っちゃうとまたエロばっかりやんってなるからそれはちょっと違うなと思ったんでまあその話はもうこれ以上いいかと思ってまたまたなんかその心理学的でさおもろい話があったらまたするかもしれない俺結局受け売りだからあれ話って別に俺専門家じゃないしその,せあの心理学の知識があるわけじゃないんでその俺結構よくあの 昨日もチラッと名前出したけど、メンタリストの大吾さんのあの辺の動画よく見るんよね。まあ勉強がてら。だから、まあそれが面白いなと思って喋ってるだけやから、別にそのパクって喋ってるわけじゃないんよね。実際言ってるやん。パクって喋ってるんやったら、俺あの人の名前出さないから、そもそも。だからパクってないし、俺が面白いなと思って、それを自分でまあちょっとそのネットで調べたりとかしたから喋ってるんよ。ただ聞いたことをただそのまま喋ってるわけじゃないんよ。その、まあこれちょっと大事な部分があって、 その人に説明する時って一番頭に入るんよね言ったらだからそのただパクりたいからそのこの機能の話をしたってことじゃなくてこれを、まあ、人に喋るって言っても俺別にその心理学くどくと誰かに喋るような立場にないし、まあ、仮に立場にあったとしてもさその人うざがるかもしれんや俺の話長いって。ってなったら困るからじゃ配信でやる分に配信というか。 こういう動画でやる分には別に見たい人だけ見ればいいわけだから全然ね嫌な人はそもそも動画止めるからと思ってまあ昨日はねああいう風にさせてもらったんやけどまあ要はそのそれも勉強が手だよねその知識が自分の中にちゃんと取り込むためにはやっぱ人に説明しなきゃいけないよねだからうんだからまあ昨日はあの話をしたんやけどねまあちょっと自分のそのテスト <laughs> あの ダークトライアドテストの結果を踏まえながらみたいな感じだったけどまあそれでそのなんだろうサンプルがあった方が分かりやすいからね、うん、なんかサンプルなしで喋ってると何のことか分かんないから、うん、はいまあそんな感じでまあえっとダークトライアドのメンバーに関してはまあ今後やっていきたいなと思ってそれとさもう一個もう一個あのえっとねう <laughs> ん あのまあティアクトってグループをずっとやってたけどそのグループでそのまあさっきちょっと問題点をね自分で言ったけどもう一個問題点が実はあってその問題点ではいうのはィアクトって文字で書く分にはなんか字面もちょっとかっこよくも見えるんやけどあの言葉で発した時にすごく発音が難しいフィフィスっていうの。も日本語 県の人まあ、日本人で日本語の発音として「フィフス」っていうのってすごく言いにくいよねフィ。フィフスってあのあの英語圏では普通の言葉やけどその難しいのでその後 D」とか「ACT」とかまあ「ACT」は普通に言いやすいんやけどそのその後に「D」が続くからフフィシっ発音が難しいんよね <laughs> ぶっちゃけだからそのグループで行動したり活動したりするとしたら「どうもフィフシー・アクトです」とかってやるやん。 それが言いいにくいんよすごく <laughs> まあ俺が滑舌が悪いっていうのもあるんやけど、まあ、そうじゃなくても多分言いにくいと思うんよ。だからまあえっ、ー、とダークトライアドって別に言いにくくないからでしかもその字面も良ければそのちょっと中二っぽくてかっこいいからいいかなって思ったよねうんまあそういうそれだけの話なんやけど <laughs> はいえっ、ー、と でまあまあもうこれで終わってもいいんやけど、余談としてもう一つ、画像、今回の画像ね、全然ダークトライアだと関係ないひんやけど <laughs>、これね、スマートウォッチみたいなやつなんかな。スマートウォッチでもないんか、でもコネ,ックコネクテッドウォッチとかって書いてたから、ワンチャンそういう系のものだと思うんやけど、普通の,あの腕時計では多分ないと思うね。このデザイン的にも。これ多分ね、モノグラムがあっても、トンなやつなんやけど、えーと ま,あなんかまだ発売してないんかな。俺もちゃんとまだ見てないんやけど、このデザインがめっちゃかっこよくてあ、これめっちゃ欲しいなと思って、思わずすぐこの画像をダウンロードして即座にこう画像として使ってるんやけど、ただ単にそれだけのことなんやけど、欲しいなっていうだけのことなんやけど、多分まだワンチャン発売さえされてないんじゃないかな、まだ。これから発売しますみたいな感じだと思うんやけど、うん、めっちゃかっこいいよね、このデザインね、先進的でね。で、このモノグラムもやっぱりいいよね。はい。 えーっとまあそんな感じですね。<laughs> もうこれ以上喋ることもないんで。はい。えー、っとダークネスローズでした。バイ。